伺いたいんですが、はい、まあ、先週何か毎週土曜日三浦さんのツイッターデモをやってて、私はただそれを見て、まあ、事故の可能性もあるってただそれだけつぶやいたら、ファンの方からまあ他殺説含めて、まあ、大量に取材してくれっていう声がありました。それとか三浦春馬さんで東京新聞にファンの方が半分紙面を使って意見広告、メッセージ、追悼のメッセージですね、を出したりとか、私なんかそういう能力があるんだったら三浦春馬と、あるいは三浦春馬さんの真相を解明する党を作って、まあ、選挙にお出になるのも一つのアイディアじゃないかと。その時はまあ古い党からと連携できるんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺どう思いますか、三浦春馬さんの件は。はい、ありがとうございます。三浦春馬さんの自殺の直後に私にもその同様の電話や手紙っていうのは複数届いてます。3人から5人ぐらいあったと思います、うん、ですからまさにそういうその人にとっては非常に大きな出来事であるから、わざわざ政治家に電話なりメールをしてくるんだと。でそういう人たちの声をできるだけ政治に届けるっていうのがこの諸派党構想のスタートでありますので、ご指摘の通りですね、古い政党から国民を守る党の諸派党構想に参加いただいて、三浦春馬さんの死を考える党とか、これはもう大いにぜひとも参加いただきたいと思っています。から、まあ、今北海道の旭川の自殺の彩香ちゃんですね、彼女の自殺の問題とか、うん、まあ、森友学園の解剖書もそうなんですけど、うん、まあ、社会的な事象に対してもこれまでは政治に訴えるとか自分が何かするってできなかったわけですよね、うん、だそういう何か起こった社会的事象に対して専門的に追及していくっていう政治などを立ち上げていただければ、うん、そこに政党助成金が支給されるという構造になっていますので、一人でも国民に知ってもらいたいわけですよね。だから政見放送に出て三浦春馬さんは自殺じゃないんだっていう主張していただくのは大いに結構なので、ぜひやってほしいと思います。最後に浜田先生に伺いたいんですが。